はいえー、とこの前ですね、もうだいぶ前、何ヶ月も前、3ヶ月ぐらい前になるんですけど、えー、またあのロボットが案内をする回転寿司に行きました、えー。そしたらですね、今度はあのカウンターがもうガラガラで空いてたんですけど、 あのやっぱりあのこうピーって出てきた番号札の席に行くと一番端っこでこうカウンター全部ほとんど空いてるのに、えー、一番端っこに座らされました、えー、でもまあ、あのー、前の時は、えー、こう出てくる出てくる方の端っこだったんで、えー、出てきてすぐ3秒以内に決断しないといけなかったんですが今度は逆の反対側で、えーまあ、出てきた寿司が。 一番あのこう長くずのっていうカウン端っこだったんでまあいいやと思って、えー、座って食べてたんですけど、えー、食べ始めてすぐに次のお客さんが入ってきて、えー、サラリーマンですねサラリーマンが入ってきて、まあ、昼休みで飯食いに来たんだと思うんですけど、えー、それがなぜかカウンターがあのガラガラなのに俺のすぐ隣に。 の番号札で隣に座ってえめっちゃ窮屈な感じで何で空いてるのに一個飛ばしじゃなくて隣に座らすのかっていうまあロボットがまずやってるんでまあ融通きかないんですけどえ隣に座ったんですねまあ別にその人が悪いわけじゃないんですけどでえなんかサラリーマンの昼休みでえめちゃくちゃなんか切羽詰まってテンパってる感じでまあ仕事に追われてて。 なんかなんかであのテンパってる感じのサラリーマンでいきなりこうタッチパネルでババ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 って注文を始めて <laughs>、えー、もう切迫感が伝わってくるんですよねで注文した後にカウンターの上にスマホやらタブなんかちっちゃいモバイルノートパソコンやらブワー広げてブワーってなんか仕事を始めたんですねでえー、っとで俺が、えー、くつろいでこうもうあのー たまにお昼なのでお昼で休日モードでこうゆっくりまったりこう、えー、くつろぎながら食べてるのに真横でそんなにひっ迫した人が来たんでもうビンビン緊張感が伝わってきてもうなんか胃が苦しいなんか食欲がなくなってきてなんかもう食欲がなくなってくるぐらいにこうあの緊張感が伝わってきてで,、えー、でしばらくしてこう。 にサラリーマンが注文したお寿司が流れてきてで片手でこう食いながら片手でなんかスマタブレットやらなんかあのモバイルパソコンやらをこう操作しながらこう必死で食べててこれ胃に悪いだろうなっていうどう見ても胃に悪いだろうなっていう飯食うそんなにあの激しく仕事してるんならえ飯食う,食う時ぐらいあのゆっくり食えよっていう感じ。 だったんですけど、えー、まああのそんなやつがあの横にいるんであのこっちも全然あの飯が美味しくなかったっていうそういうあのお話です。まあその人が悪いわけじゃなくてガラガラなのに、えー、隣に座らせたロボットが悪いっていうあのそういうお話です。まあ、あの <laughs> 1個でも席を開けて 感覚を空けてくれてたら緊張感が伝わってこなかったんですけども真横に座って20センチぐらいしか感覚ないんで、えー、もろに伝わっていたっていうあのそういうお話です。えー、ロボットいい加減にしろよ